I am grateful to be with you tonight. 今晩皆さんとご一緒できることを感謝します。モンソン大艦長とウークトドルフ艦長の愛と感謝を皆さんにお伝えします。1842年の創設以来、婦女教会は神の預言者の思いやりと愛にあふれた見守りによって祝福を受けてきました。農部で創設された際には、ジョセフ・スミスが指導者たちと集まった会員たちを教えました。婦女教会にはそのような栄光に満ちた歴史があることを知っていますので、皆さんに話をするようにというモンソン大艦長からの招きに、私は責任の重さを感じました。初期に開かれた婦女教会のある集会で、預言者ジョセフ・スミスはホイットニー・ビショップに自分に代わって話をするように言いました。ホイットニー・ビショップは話の冒頭で、預言者から教えを受けられると楽しみにしてきたのですが、と言いました。私にはホイットニー・ビショップの失望感も、多分皆さんが感じているであろう気持ちも理解できます。ですから私は、この会に向けて準備をしていたとき、皆さんにとって最も役立つ話は何でしょうかと、モンソン大艦長に尋ねてみました。大艦長の答えから、自分が研究と祈りによってすでに感じていたことが正しいものであることを確認できました。今晩私は皆さんに、婦女教会において皆さんの先人たちが伝えてくれた偉大な受け継ぎについて話したいと思います。初期の姉妹たちが、皆さんのために据えた元井の中で最も重要で変わることがないのは次のことではないかと思います。すなわち、慈愛は婦女教会の中心にあるものであり、すべての会員の心にもたらされて、まさにその人の性質の一部となるべきものであったということです。彼女たちにとって慈愛とは、慈しみの気持ちをはるかに超えるものでした。慈愛は主イエス・キリストを信じる信仰から生まれるものであり、主の贖いが会員たちの心の中で働いている結果なのです。素晴らしい善を行う女性の慈善団体はたくさんあります。恵まれない人や病気の人、乏しい人に対して抑えきれないほどの同情の気持ちを抱く人はたくさんいます。しかしこの組織は他に類のないものであり、創設以来そうであり続けてきました。彼女たちが据えた元井の中心は、愛はいつまでも絶えることがないでした。それは初期の時代に、その後の成長の時代に、そして今、さらにはこれより後の婦女教会を支えるものとなることでしょう。この婦女教会を構成する姉妹たちの慈愛は、変化を経験した心から湧き出るものであり、その心の変化は、主の誠の教会だけが提供する制約を交わすにふさわしいものとなることによって、またそれらを守ることによってもたらされます。彼女たちの慈愛の気持ちは、主の贖いによって主からもたらされます。彼女たちの慈愛の行いは、主の模範によって導かれ、主の無限の憐れみの賜物に対する感謝から生まれます。また憐れみの使命を果たすご自分のしもべたちに送ってくださる聖なる御霊によって導かれます。そのために彼女たちは他の人々には見られないような事柄を行い、自分自身も大きな必要を抱えている時でさえも喜びを見出してきたのであり、またそのようにすることができるのです。婦女教会の歴史は、そのような驚くべき無視の奉仕の話に満ちています。忠実な人々がオハイオからミズーリへ、イリノイへ、そしてアレノを横断して西部へと移動した過酷な迫害と困窮の日々に、姉妹たちは貧困と悲しみの中にありながらも、他の人々のことを心にかけました。婦女教会の歴史からいくつかの話をここで読んだなら、私がそうであったように皆さんも涙を流すことでしょう。彼女たちの寛大さに、そしてそれ以上に彼女たちを高め支えた信仰を認めて心を打たれることでしょう。彼女たちは実に様々な境遇にありました。皆が人生に共通の試練や心の痛みを経験していました。主と人々に仕えようという信仰から生じる決意は、
現世における人生の嵐が及ばないところへではなく、嵐の中へと彼女たちを導いていくようでした。若い人もいれば年老いた人もいました。今日の皆さんと同じように様々な国や民族の出身でした。しかし彼女たちは心を一つにし、思いを一つにし、一つの目的を持っていました。主がご自分のシオンを築かれるのを手伝おうと決意していました。そこはモルモン書にとても生き生きと描かれているように、彼女たちが幸福に暮らすことのできる場所でした。皆さんも第4ニーファイに記されている光景を思い起こすことでしょう。シオンへの旅において主がどこに導かれようと、彼女たちはそのような光景を心に描いていたのです。そして第36年には、民はニーファイ人もレーマン人も共に皆地の全面で主に帰依した。そして彼らの中には全く争いがなく論争もなく、皆互いに公正に振る舞った。また彼らは全てのものを共有したので、物持ちも貧しい者も束縛された者も自由な者もなく、皆自由であり、天の賜物に預かるものとなった。そして民の心の中に宿っていた神の愛のために、地の表には全く争いがなかった。当時の補助教会の会員たちがそのような安らかな時代を経験することはありませんでした。それでも彼女たちの心には神の愛が宿っていました。それゆえに婦女教会は、そして彼女たちは西部への旅とその後の歳月を耐え忍びました。当時は困難な状況のために、婦女教会は教会全体の組織としての働きを行っていませんでした。しかし1866年、ブリガム・ヤングはビショップたちが婦女教会を組織する助けをするようにエライザ・R・スノーを召しました。そして1880年、スノー姉妹は第2代の中央婦女教会会長に召されました。婦女教会の記録によれば、正式に婦女教会の技を再開するために各地の教会の姉妹たちに働きかけた指導者たちは、彼女たちの心の中の慈愛が弱まっていないことを知りました。姉妹たちは助けの必要な人々には憐れみを持って手を差し伸べ続けていたのです。制約に忠実でいた人々にとって、キリストの純粋な愛である慈愛の賜物は朽ちることなく続いていたのです。その後、婦女教会は人数においても、助けの必要な人々のために努める力においても成長を遂げました。大いなるビジョンと能力を持つ女性たちの指導の下で、婦女教会は助けの必要な人々のために、合衆国西部の辺境地域では行われていなかったさまざまな慈善奉仕活動を率先して始めました。姉妹たちは小さな病院を設立しました。そしてそこで働くために、女性たちが合衆国東部に行って医療の訓練を受けるのを支援しました。こうして合衆国の卓越した病院組織の一つが誕生することになったのです。姉妹たちはやがて教会が世界中で行う社会奉仕プログラムへと発展する数々のプログラムを始めました。姉妹たちが作った穀物貯蔵制度は大変効果的なもので、戦争や恐慌の際には連邦政府からの支援の要請に応じることができました。また後に初等教会となる活動や、教会の若い女性のための組織となる活動も始めました。女性のための独自の雑誌も創刊しました。そして世界で最も大きな女性のための組織の一つとなりました。教会は世界で人道支援を行う力を持つようになりましたが、その始まりの中心となったのが婦女教会でした。ユタを訪れる世界各国の指導者は、世界中の貧しい人々や戦争や自然災害の被害者のために教会が行っている事柄に対して畏敬と称賛の念を表します。神の子供たちへのこれらの驚くべき賜物の数々は、婦女教会の普及の受け継ぎの一部です。預言者ジョセフ・スミスは、婦女教会の最初の集会で、そのような驚くべき事柄が姉妹たちの忠実な奉仕によってもたらされるだろうと語りました。姉妹たちの奉仕から学び、それに参加しようと女王たちがやってくるだろうと預言者は語りました。私はその預言が成就するのを見てきました。
そして数々の記録から主の技において主に仕える人々に対する聖文の中の約束が婦女教会の開拓者たちにも与えられていたことがわかります。預言者ジョセフ・スミスを通じて与えられたその約束は教義と誓約の第88章に記録されています。ここでは主と共に働くように召される人々について語られています。52から56節です。そして彼は最初のしもべに、あなたは畑に行って働きなさい、第一の時に私はあなたのところへに行こう、そしてあなたは私の喜ぶ顔を見るであろうと言った。また彼は第二のしもべに、あなたも畑に行きなさい、第二の時に私は喜ぶ顔を持って あなたを訪れようと言った。そしてまた第三のしもべにも、私はあなたを訪れようと言った。また第四のしもべにも、というようにして第十二のしもべに至った。そして畑の主人は第一の時に最初のしもべのところに行って、その時間いっぱいに彼と共にいた。そして彼はその主人の顔の光によって喜びを得た。当時の記録から、婦女教会の第一の時期の女性たちが、主の約束された喜びを感じていたことは明らかです。主は御業において彼女たちと共におられました。主は御業を発展させられ、姉妹たちは喜びと光を感じました。預言者ジョセフは、続いて別の時期が訪れるのを宣言しました。ジョセフは姉妹たちが第一の時期に気づくであろう、数々の大いなる技を見ました。しかし、姉妹たちは自分の身近な、個人的に知っている人々に仕え、祝福をもたらし、それらの人々を心にかけることになるとジョセフは言ったのです。とても喜びに満ちた立ち上げの時期の後、主に導かれて別の時期に移り、自分たちが植え付けをした畑を離れるのは、婦女教会の指導者にとって辛いことだったでしょう。また、婦女教会が土台を築いた病院組織を受け継いだ忠実な男性たちにとって、それが辛いことであったのを知っています。主はその預言者を通じて、次のことを明らかにされました。すなわち、神権を持つ主のしもべたちは、善を行うその強力な道具の維持と確立を他の人々の手に委ねることです。こうして教会は素晴らしい病院を手放しました。私はその病院組織において奉仕の喜びを感じていた男性たちを知っており、彼らに対して称賛の気持ちを抱いています。彼らはその喜びが自分自身の業績からではなく、主と共に働いていることから来るものであることを認めていました。ですから、自分たちが築いてきたものを微笑みながら喜んで手放し、奪われたり名誉を傷つけられたりしたように感じることはありませんでした。主は自分たちがもっと別の場所で、すなわち次の時期において別の畑で働く必要があると考えておられるのだという信仰があったのです。皆さんの婦女教会の受け継ぎの中で尊いものに、それと同じ信仰があります。婦女教会の指導者たちや会員たちの中にもそれと同じ信仰があったのです。主は次の時期において彼女たちの素晴らしい才能がどこで発揮される必要があるか、また自分たちが着手し築いてきた素晴らしい事業で得る喜びに勝る大きな喜びを彼女たちがどこで見出すことになるかをご存知でした。教会はさらに大きくなり、世界中に広がりました。拡大を続ける教会とますます混乱していく世の中にあって、姉妹たちが生み出した奉仕の技は膨大な資源と絶え間ない管理を必要とするようになりました。しかし、新たな時期のために主はすでにある機会を設けておられました。とても多様な世の中にあって、教会という大きな組織のあらゆる場所で助けと慰めを与えることのできる唯一の方法は、助けの必要な人々の近くにいる個々のしもべたちを通じて行うという方法でした。主はその時が来るのを婦女教会が創設された時からご存知でした。主は一つの規範を設けられました。二人の婦女教会の姉妹たちが別の姉妹を訪れるという割り当てを主からの召しとして受け入れます。それは最初のからその通りでした。割り当てられた二人の家庭訪問教師の力を超えているときは、婦女教会の役員たちは事前奉仕の技を行う信仰を持っている会員たちを組織しました。それはいつも家の近くで面識のある人々の間で行われます。娘たちが母親たちを見守ってきました。母親たちが娘たちに耳を傾け、彼女たちは教え、心にかけてきました。
婦女教会の会員たちは常に親権を持つ地元の羊会の信頼を受けてきました。すべてのビショップとすべての支部会長には信頼できる婦女教会会長がいます。そして会長にはすべての姉妹が直面している試練と抱えている必要を知っている家庭訪問教師たちがいます。会長は家庭訪問教師たちを通じて個人と家族の心の内を知ることができます。婦女教会の受け継ぎの中でもひときわ素晴らしいものを、親権者がこれまでどのように敬意を示し、また婦女教会から敬意を受けてきたかにはっきりと見ることができます。皆さんも目にしてきたように、私も目にしてきました。私たちのビショップが何年も前に微笑みながらこう言ってきました。助けの必要なワードの会員のところに行くと、いつもあなたの奥さんが私より先にそこに行っているみたいなのですが、どうなっているんでしょう。何らかの経験のあるビショップや支部会長なら皆、姉妹たちの霊感による模範から優しい圧力を感じたことがあるでしょう。女性にも男性にも事前奉仕の技なしに救いはないということを思い起こさせてくれます。年長の方々は、マリオン・G・ロムニュー館長が次の聖句を引用して、自分は姉妹たちと同じように忠実にそのような奉仕を行おうと決意していると語ったのを覚えていることでしょう。モーサヤ書4章26節です。さて、あなた方に語ってきたこれらのことのために、すなわち神の御前を罪なく歩めるよう、日々罪の許しを続けて受けるために、自分の持っている分に応じてそれぞれ持ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほしい。例えば、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、おのおのの入りように応じて霊的にも物質的にも助けを与えることである。この話を読んだ時に、ロムニー館長は微笑んでこれを言われました。素晴らしいその奉仕の行いの中に、これを彼は見ていたんだと思います。ではこれから、この婦女教会の驚くべき神聖な受け継ぎを皆さんに続く人々に伝えるために、皆さんがなすべきことについて話しましょう。必要となるのは小さな簡単なことです。ただ心から心へと伝えられていくのだということを覚えてください。キリストの純粋な愛である慈愛は、主がご自分の忠実な弟子に約束しておられる心の大きな変化の一部です。ですから、この受け継ぎを伝えるために皆さんにできる、そして皆さんがなすべき簡単なことを知るのは難しいことではありません。皆さんと皆さんの同僚が家庭訪問に行く準備をするときには、いつも何が成功であるかを思い起こす必要があります。それは家の中に入る以上のことでしょう。メッセージを伝える以上のことでしょう。自分たちにどのような助けができるかを尋ねる以上のことでしょう。成功はおそらく何度も訪問した後に初めてもたらされるものでしょう。そして自分が成功を収めたいという証拠をこの世で目にすることはないかもしれません。それでも皆さんは御霊によって自分が前進しているかどうかを感じることができます。ある婦女教会の会員が彼女が行った訪問について話してくれました。その姉妹が訪問したのは、まさに突然悲劇的な形で夫を失おうとしていた女性でした。ここ数年、その女性は婦女教会の姉妹たちとは時々接触があるだけでした。その姉妹は訪問の前に花を買うために店に立ち寄りました。色とりどりのチューリップが山のように売られている季節でした。自分の好きな色の一つを選びましたが、別の色にした方が良いという印象を受けました。黄色を選びました。玄関で黄色いチューリップを差し出すと、相手の女性は微笑んで言いました。裏庭を見ていただけますか。そこには満開の黄色いチューリップでいっぱいでした。その女性は言いました。家に飾るために何本か切るべきかと考えていたんです。でもあなたがこれを持ってきてくれたおかげで、もうしばらく残しておいて庭で楽しむことができます。二人はまるで昔からの友人であるかのように楽しくおしゃべりを始めました。花を持っていくべきだ、そして黄色を選ぶべきだというあの印象から、その家庭訪問教師は自分が主の用向けを受けているという確信を得ました。その姉妹は私と話をした時、夫に先立たれたあの女性が訪問の後に何を感じたかは知りませんでした。しかし、もし神が彼女を愛しておられ、彼女のもとに天使を使わされたのなら、あの家庭訪問教師は主の目から見て、彼女が成功に至る道を進んでいく手伝いをしたのです。
自分の忠実な努力がもたらした成功を来るべき世に行って初めて知ることになるかもしれません。ある二人の家庭訪問教師がそうです。その姉妹たちは近所の老人ホームに住む別の家父のところに9年近くにわたって何度も愛を届け続けました。数々の辛い試練の後、その女性はほんの数週間前に亡くなりました。その家父の息子さんから聞いた事柄から、私はその家庭訪問教師たちが成功を収めたと確信しています。彼女たちは預言者ジョセフ・スミスの母親が生前に出席した婦女教会集会で姉妹たちに述べたような幸福な経験をすることになるでしょう。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て、私たちすべてが共に天で座につけるようにしなければなりません。他の人々が心に慈愛の賜物を授かる手助けをするとき、皆さんは受け継ぎを伝えていることになります。すると今度はそれらの人々がさらに別の人々に伝えることができるようになるでしょう。婦女教会の歴史は言葉や数字で記録されますが、心から心へ伝えられていきます。確かに愛はいつまでも耐えることがないという言葉、これが真実です。ベック姉妹はそのピンを襟につけることができるこの小さなピンを私にくださいました。私の母が家族に残してくれた不朽の受け継ぎは母の愛と、母が主のために思いやりを持って行ったささやかなことの中に私が見た、また感じた主の愛でした。母は婦女教会の女性でした。母には娘がいませんでしたが、私の妻はその受け継ぎを二人の娘たちに伝えてきました。そして娘たちはそれを他の人々の心に残していくことでしょう。この受け継ぎはいつまでも続くことでしょう。愛はいつまでも耐えることがないのです。彼女は婦女教会の女性です。彼女には娘がいませんでしたが、彼女はその受け継ぎを大きく伝えてきました。愛はいつまでも耐えることがありません。私は慈愛がキリストの純粋な愛であることを証しします。主と共に人々に仕えるとき、私たちは主の喜びを感じます。主は生きておられ、その贖いによって私たちが慈愛の賜物を追い求め授かれるようにしてくださいました。また私は御父が生きておられ、私たちの祈りに応えてくださることを知っています。皆さんは回復の預言者ジョセフ・スミスによって創設され、進むべき道を示された婦女教会の会員です。ベック姉妹と顧問の姉妹たちは生ける預言者に与えられた神からの霊感によって召されました。私はそれが真実であることを知っています。皆さんには栄光に満ちた受け継ぎがあります。神が皆さんに霊感を与えられて、皆さんがその受け継ぎを守り、今後の世代、今後の時期の人々に祝福と喜びをもたらす受け継ぎとして伝えていくよう、心から神に祈ります。イエス・キリストの神聖な皆により申し上げます。アーメン。